はい、渡辺真由です。今回はね、サブマシンガン新武器 ZK383 解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これね、これ今カスタムゲームなんだけど、この師団、今回新たに追加されたこの新師団騎兵を師団プレステージ1にすることによってね、解除されるんで、この ZK383 っていうのはね、これ発射方式を2種から選べる機能が内蔵された自動 SMG、 早い発射は近距離戦でより効果を発揮し、遅い発射は中距離で高い威力を発揮するってことね。面白いね。フル音と、なんかバーストかなんかに切り替わるんですかね、これね。威力が5、射程距離6、命中率7、連射速度7っていう感じですね。で、相談数はまあ結構多いね、32発。これいいっすね。武器チャーム。これ。ZK383。早速ちょっと射撃場の方で試し撃ちやってみますか。これが通常のフル音でしょ。十字キーの左で発射を遅くする。これは通常のフル音。左で、そんな遅く、遅くする。なんか遅く、そんな遅くはなってないですけどね。これが遅くするやつなんで、遅いやつで今。で、早くすると、なるほど。早く、跳ね上がってるね。結構連射速度高いね、これ。で、なるほどね。こうやって、面白いな。今回こういうの初めてだな、これね。こっちの方がいいんじゃないですか。中距離、遠距離の場合は、この遅いやつでやって、で、近距離だとこちらですね、早くするで。腰打ちとか。早いやつなんだけど。これ遅くするやつなんだ、これ。なるほどね。こういった感じで。面白いな。これ使ってやるんでね。はい。以上にしたいと思います。はい。今回ね、サブマシンガン新武器 ZK383 解説のプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。